このプログラムはどこにいても寝巻きのままでも台風の日でも受講できるオンライン外国語教室ミッチの提供でございます。講師は私ミッチで、英会話、中国語、スペイン語、そして日本語のレッスンをご受講していただけます。またご家族やお友達と一緒にご受講していただいても一人分の料金です。共通のご趣味に外国語なんていかがでしょうか。ご興味のある方は今すぐ私のホームページにアクセスしてお気軽にお問い合わせください。皆さんこんにちは。いつも動画を見ていただきましてありがとうございます。ミッチです。はい、今日これから練習する漢字はこちらになります。はい、これからですね、これらの5つの漢字を使って読み方の練習、そして書き順の練習、そして最後に確認テストっていうような形の流れで練習してみたいと思います。さあ、そしたらですね、まずはじめにこれらの5つの漢字を使った単語を準備してきましたので、そちらの単語の方のですね、スライドをこれからお見せいたします。なので私皆さんでですね、大きい声で読みの練習をしてみましょう。よろしいですか。それでは3、2、1、はい。バラが咲く、バラが咲く、話に花が咲く、話に花が咲く、先輩、先輩、後輩、後輩、鉄砲を撃つ、鉄砲を撃つ、大砲の轟き、大砲の轟き、給与のいい仕事、給与のいい仕事、勇気を与える、勇気を与える、スカートの丈を詰める、スカートの丈を詰める、スーツケースに衣類を詰める、スーツケースに衣類を詰める。はい、そしたらですね、本日のターゲットとなっている漢字の書き順をこれからですね、画面にお見せいたします。なので皆さんも指を画面に、コンピューターないしテレビまたは携帯の画面に向けてですね、指を出していただいて漢字を書く練習を一緒に行ってみていただけたらと思います。よろしいですか。じゃあ始めます。バラが咲くや花が咲くなどのさ、花が咲くのさ、花が咲くのさ、さ、さ、花が咲くのさ、花が咲くのさ、さ、さ、花が咲くのさ、花が咲くのさ、さ、さ、先輩のパイ、後輩のハイ、後輩のハイ、後輩のハイ、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 後輩のハイ、後輩のハイ、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 後輩のハイ、後輩のハイ、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 はい、はい、はい。鉄砲の砲や大砲の砲、大砲の砲、大砲の砲、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 大砲の砲、大砲の砲、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 大砲の砲、大砲の砲、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 給与の与や与えるのあた、給与の与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 、竹を詰めるなどのつ、衣類を詰めるなどのつ、詰めるのつ、詰めるのつ、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 詰めるのつ、詰めるのつ、
つつ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 、詰めるのつ、詰めるのつ、つつ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 。はい、そしたらですね、先ほど練習した5つの漢字を使った単語のですね、スライドをもう一度お見せいたします。なので私皆さんですね、大きい声で読みの練習をしましょう。準備よろしいですか？ 3、2、1。 はい。バラが咲く、バラが咲く、話に花が咲く、話に花が咲く、先輩、先輩、後輩、後輩、鉄砲を撃つ、鉄砲を撃つ、大砲の轟き、大砲の轟き、給与のいい仕事、給与のいい仕事、勇気を与える、勇気を与える、スカートの丈を詰める、スカートの丈を詰める、スーツケースに衣類を詰める、スーツケースに衣類を詰める。はい、そしたら今度は先ほど一緒に声を出して練習した漢字の読み方の確認のテストを行います。これから先ほど練習したスライドをシャッフルしてお見せいたしますので、皆さんはその漢字の読み方を答えてみましょう。よろしいですか？ 3、2、1。 はい。そしたら最後に漢字の書きの確認テストを行いたいと思います。これからスライドをお見せいたします。で、そのスライドの中に下線が引いてあるところがありますので、そこの下線に当てはまる漢字を皆さんのノートとかですね、何か広告の裏とかに書いていただきたいと思います。で、答えの方はこの動画の概要欄に書いてありますので、最後にそちらの方で確認していただけたらと思います。じゃあよろしいですか？じゃあ始めます。 3、2、1、 スタート。
今日は以上で全て終了になります。皆さん最後までどうもありがとうございました。それではまた後で。